大家好，我是大姐。我搞砸了，所以被老板骂了。明星外遇了，所以被大家骂了。小朋友不洗手就吃饭了，所以被妈妈骂了。被骂，在生活上很常用的这个词，地缘有几个说法，看情况而不一样。这三个说法，地缘的话全部都是不一样的。所以今天我来分享一下，被骂用地缘怎么说。那首先中文的骂，这个罵罵这个词很少用，先跳过。第一个的被老板骂了，这个情况的被骂就是怒られた。怒る是生气的意思，不过社長に怒られた、上司に怒られた、店長に怒られた。会这样说。小朋友被妈妈骂了的话，怒られた也可以，可是叱られた，感觉比较适合。我在网路上找到怒る跟叱る的差别。怒る是发泄自己的情绪，叱る是为了对方建议叮咛这样。不过我个人觉得叱る是对小朋友才会用到这样的感觉。所以さっき店長に叱られたんだよね。可以是可以，但有点奇怪。就算店长为了你建议的骂你，也用怒られた。さっき店長に怒られたんだよね。会比较好。第三个的明星、网红等等被大家骂的话，怒られる、叱られる都很奇怪。你可以说叩かれる。あの有名な俳優が不倫をして世間から叩かれた。叩く是拍打、敲这样的意思的动词，但这个情况也可以说。在网路上很多人来留言骂的话，炎上した。彼のブログが炎上した。这样。好，那这些被骂的说法在生活上怎么说比较自然呢？举起来看看吧。あれ？シロなんか元気ないね。餌も食べないし。なんで？ああ、さっきお父さんに叱られたからね。それからずっとシュンとしてる。もう帰るの？みんなで二次会行こうよ。早く帰らないと嫁に怒られるから、今日はもう帰るよ。ごめんね、また誘って。そっか、そうだよね。じゃあ、独身の俺らは寂しく二次会に行ってくるよ。あれ、もしかして怒らせちゃった？ごめん。怒らせる是让你生气的意思。怒らせる、怒られる意思不一样，注意一下。どうしたの？なんか元気ないね。嫌なことでもあった？さっき店長に怒られちゃって。でももう全然大丈夫だよ。
あ、ミスしちゃった。どうしよう、部長に怒られる。なんかごまかす方法ないかな。ミスしたことよりも隠したことの方が怒られるんじゃない？正直に言ったら？確かに。たまにはいいこと言うね。この YouTuber また叩かれてるね。もしかしたら有名になるためにわざとやってるかもよ。もしそうならすごいね。お母さんね、叱りたくて叱ってるわけじゃないの。ちゃんといい子に育ってほしいって思ってるから叱ってるの。昨日夜中に洗濯機回したらルームメイトに怒られちゃったよ。それは怒るよ。俺昔それでルームメイトと大喧嘩したもん。さっき知らない人に急に怒鳴られてびっくりしたよ。なんか悪いことをしたの？怒鳴られる。つか、怒鳴る。是用大声的骂的意思。强调很大声。おい！こら！这样子是怒鳴る。YouTube でタピオカミルクティーのお風呂に入ってみたっていう動画どう？面白そうじゃない？食べ物で遊ぶなって叩かれるでしょう。炎上すると思うよ。上司に怒られちゃった。大家也不妨试试看哦。那今天的影片就到这边。如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅。インスタと Facebook もフォローお願いします。下次见，拜拜。そう、叱られる、叱られるは子供とかあとペット、犬とか猫とか。そういう時によく使うかな。あと、奥さんが旦那さんを叱るみたいな、こんな時も使えるので、昨日嫁に叱られちゃって、とかこんな感じでも使えるかな。